キャリフォルニアベース掃討作戦は連邦軍が勝利を収め、北米におけるジオン軍は撤退を余儀なくされた。この作戦で対峙したブルーとイフリート海、エグザムを搭載したこの2機のモビルスーツの戦いは相打ちに終わる。連邦とジオン、両軍に存在したエグザム、果たしてエグザムとは何なのか。その謎を知る一人の男がいた。クルスト・モーゼス、ジオンから連邦に亡命したエグザムシステムの開発者である。クルスト博士はもともとジオンのエグザムシステム第一人者だ。エグザムがジオンに存在するのもそのためだ。博士はニュータイプの研究をしていたらしい。ニュータイプ？ニュータイプについて詳しいことは俺にもわからんが、普通の人間より勘の優れた人間だと俺は認識している。そのニュータイプの被験者を使った実験の中で生まれたのがエグザムだ。博士は今も連邦のエグザム研究施設で実験をしているはずだ。エグザムを搭載した残り2つのブルーをな。ブルーディスティニー2号機と3号機、失われたかに見えたエグザムは未だ存在していた。そしてイフリート海を失いながらも生き残ったニムバス・シュターゼンは連邦のエグザム研究施設を襲撃する。見つけたぞ、クルスト・モーゼス。連邦に寝返った裏切り者め。ニムバス・シュターゼン、私とエグザムを追ってここまで来たか。その執念、やはりエグザムを使いこなせるのはお前しかおらんようだ。お前こそニュータイプに裁きを下す者。それで命乞いのつもりか。2号機はお前のものだ、有意義に使え。今さら私を選ぶなどと、恥を知れ。クルスト博士を殺害したニムバスはブルーディスティニー2号機を奪取。ユーはその2号機奪還を命じられ、残された最後のエグザム搭載機であるブルーディスティニー3号機へと乗り込む。2号機を奪ったニムバス、3号機を託されたユー、互いに同じブルーを狩る2人は裁きの時を迎えようとしていた。裁かれし者。
僕だっていつも隠れてばかりいられないんだ。全力でかかれば僕にだって落とせるはずだ。ここまでだ、仕留めてみせる。うわっ！よし、いっちょぶちかますぜ。やれやれ、お前さんも必死だね。好き勝手やられて黙っていられるか。当たるかよ。気にはさせん。抵抗すれば容赦はしない。遅い。今は目の前の敵を倒すだけだ。悪いが、この辺りで落ちてもらうぜ。僕にだって意地はあるんだ。仕掛けるなら今しかないな。
こんなことで引き下がれるものか。邪魔をするな。侮れない敵のようだ。そーら捕まえたぜ。必死でかかればまだチャンスは。手加減はしない。捕らえた。落としてみせる。
少しは私も当てにしてもらいたいものだな。そちらがその気ならば遠慮しない。当たるものか。私の相手をするには役不足なんじゃないの。甘い。Thank you.
で終わりだ。覚悟しろ。艦隊に異常ありません。よし、見えた。照準合わせ、急いでください。攻撃開始。何が起きてももう不思議じゃない。この戦いで決着をつける。そんなので、私の邪魔をするやつ、お前なんか。止めさえできれば問題はない。いい度胸じゃない。たっぷりお仕置きしなきゃね。また仕事かよ。俺たちに休みはねえのかい。毒だってやるときはやるんだ。女だからって甘く見ないで。くそ。足止めくらいはしてみせる。
面白いじゃない、勝負よ。消えろ、消えてしまえ、いなくなれ。もういじめられたくないんだ。なぜあなたはこうも戦えるの？ごめんなさい。くおやめなさい。争うのだけが人ではないでしょ。くそ。私はエグザムのパイロットとして選ばれたのだ。そうやって貴様は全ての他人を見下すのか。貴様に分かるものか。我が力の前に屈するがいい。やらせはしない。
嚼な。こんなところで死ぬことはない。どんな絶望の中にも希望は生まれる。これなら。これ以上、お前の好きにはさせない。そんなに戦いたいのですか、あなたは。お願いだから私に構わないで。
私はアプロディア。さあ、すべてを知るのです。まだやれるはずだ。これで終わりだ。攻撃を開始する。直撃だと。少しはできるようだな。死ぬがいい。我が裁きを受けるがいい。しまった。
これでおしまいだ、ファンネル。すれば容赦はしない。無駄よ。そちらがその気ならば遠慮しない。無駄よ。
まずはお手並み拝見と行こうじゃないか。そらそら、私の動きについてこられるかい。何？ねえ、どうしてあなたは戦うの？我慢なさい。傲慢さを償え、ニンバス！償えたと？それこそ貴様の言う傲慢だろう。やめて！乱暴な人は嫌い。私に触れる人は嫌い。乱暴をしないで。お前に勝つのは私だ、マリオン。このまま距離を詰める。乗れ。騎士の戦い方を見せてやろう。死ね、マリオン。消えてしまえ、乱暴なやつ。違う、君はエグザムじゃない。私に触るやつはみんな殺してやる。エグザムはクルストの作り出した猛獣だ、君じゃない。黙れ、マリオン。お前のようなまやかしは邪魔なのだ。ああ、俺にも見える、マリオ。エグザムの呪縛を断ち切る。直撃だと。違うわ、ユウ。殺し合うことだけを考えてここまで生きてきたわけじゃないでしょ。奪ったり
支配するためだけに戦ってきたわけじゃないでしょ。だってあなたはエグザムが私じゃないと言ってくれたもの。だから私はあなたにこう言うの。あなたもエグザムじゃない。マリオン。だから見て、この空の色を見えるでしょ。あなたを導くこの色が。ああ、俺にも見える、マリオン。ユー・カジマとニムバス・シュターゼン、エグザムをめぐる二人の戦いは幕を閉じ、すべての機能を停止したユーのブルーは空をさまよっていた。ユーの目に映る漆黒の空、それは消えることのない死への恐怖だった。しかし空にはあるわ。空には心が満ちているの。その心は敵意だけじゃない。ユー、あなたを呼んでいる人がいる。戦いを目的として作られたエグザムが最後に見せたものは、人の思いに彩られた景色。そしてユーはマリオンの言葉に導かれるように仲間たちが待つ場所へと帰っていった。エグザムシステムは公式な記録として残されることなく、その存在は歴史の闇に葬られた。しかしエグザムはユーの心に決して色褪せない記憶として確かに刻み込まれたのだ。その後のユーが戦うことの重さに押しつぶされずにいられたのは、あの時の色を忘れずにいたからだろう。それはマリオンという一人の少女が見せた青い空の色だった。